皆さんこんにちは。ハイキーラスレターのアリです。今日も楽しんで描くハイキーラスやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、おすすめの冊子紹介ということで、最近購入してですね、ぜひおすすめしたいなという本が2点ありましたので、そちらを紹介していきたいと思います。それでは最後まで見て参考にしてみてください。それでは早速やっていきましょう。一冊目ですね。まず一冊目はこちらになります。絵の勉強お助けノートということでですね。もう完全に、まあ、絵の勉強をするための本というの、タイトルから分かる通り素晴らしい本となっております。もう早速ね、中身の紹介なんですが、今回のこの絵の勉強お助けノートはですね、絵を作る方法を分かりやすく解説しているっていうのが一番ポイントとしてでかいかなと。おすすめポイントとして大きい一つだと思います。絵を作る方法っていうのはね、一枚絵、を描く上でなんですが、この考え方ですね、影だったりとか構図だったりとか色、遠近法などなどですね、本当にいろんなもの、本当にいろんなことをですね、やはりこう一枚絵っていうのはいろんなことを込めていく技術だったり考え方があったりするんですが、それがですね、この作者の池上幸喜さんのですね、素晴らしい美しいイラストをもとに説明されているっていうのはですね、非常におすすめするポイントとなっております。かなりね、細かいところまで描いております。で、その一枚絵を描くための考え方っていうのはですね、夕暮れを描くためにこうどういう感じで描いたらいいのかとか、質感ですね、こう一枚絵を描くときに、例えばこういうイラストとかですね、を描くときに質感をどういう風に出せばいいのかとかですね、なんか布の質感はこんな感じだよとか、そんな感じでですね、もう細々としてですね、その一つのイラスト、サンプルのイラストがあるんですが、そのサンプルのイラストの中身を見せてもらいながら、まあ、ここのイラストはこうやって描いていくんですよとか、まあ、ここの部分はこうやって描いてますよみたいな感じですね、すごい細かくですね、一枚のイラストを描いていく上で、まあ、どういう風に描いていけばいいのか、まあ、どういう風に描いていったのかっていうのがですね、こう分かりやすく載っております。なかなかですね、その一枚密度の高いイラストなんですね、すごい。密度の高いイラストをこう、こと細かに説明しているっていうのはですね、なかなかですね、この参考になるというか、ありがたい内容となっております。枚数も多いですし、しかもその塗りの前ですね、ラフの段階からですね、まあ、線画を描いていって、でその線画を描いた後に、まあどういう感じ、まあ、またね、カラーラフを描いていくとか、まあ、そういう流れもですね、わかります。で、やっぱりこう一つの、こうプロが描いたですね、一つのこのイラストの流れっていうのを見ていくとですね、やっぱり自分が描くときも参考にしたりとか、あ、こういう描き方あったんだとかですね、他の人のイラストの描き方を真似することができますので、やはりですね、何かこう一枚のイラストを完全なものですね、作り上げていくこう順序というか方法をですね、がっつり載ってるっていうのは、かなりおすすめできるんじゃないかなと思います。特にですね、こう完成度の高い、もう一枚のこうイラスト、がっつりこうね、外に出せるような、自信を持ってクオリティ高いの出せますよっていうのを描きたい人、とかにはかなり向いてるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、その辺見ていただければと思います。あとはですね、小ネタも多くてですね、例えば季節の花とか、まあ、これを覚えてたらいいよとか、まあ、時短の方法とかですね、知ってて得する情報も結構ですね、散りばめられています。結構こう見ててですね、お、これはちょっと嬉しい情報だなとかね、そういうのが結構あるんですね。あとですね、こう作画コストについても結構書いてたりしてですね、やっぱりイラストを描く上で、まあ、どれぐらい、ね、そこに書けるのかとか、まあ、そういうところの考え方も、ね、載ってたりするので、そこは非常にね、面白いかなと思います。あとはクリスタのブラシの設定だったりですね、なんか影の落ち方の処理はどうしたらいいよとかね、なんか本当にその細かいところまでいっぱい載ってるんですね。なので、その一枚絵、このモデルとなっている一枚絵を分解して考えていくだけじゃなくて、これ以外の、モデルとなっているイラスト以外の、まあ、イラストの勉強になるようなトピックっていうのがいっぱい載ってますので、そこもですね、非常に嬉しいところかなと思います。で、おすすめポイント二つ目がですね、今二つ以上言ったような気がするんですが、メイキングで流れがわかるよってところですね。これちょっと上でもう言っちゃったんですけど、まあ、イラストの順番とかですね、色や影を入れるタイミングとかですね、描く場所ごとの塗り方など、まあ、丁寧に解説してあるんですね。まあ、さっきも言ったように、このモデルとなる、この素晴らしいね、イラストをもとに、まあ、どういう風な順番で塗っていったんだよとか、まあ、色や影をですね、どのタイミングで入れるんだよとか、まあ、影を入れるときはね、どういう風にするんだよとか、あとはま、塗り分けね、パーツごとに塗り分けをして、行ってこう塗るんだよとか、まあ、そういう感じでですね、いろいろと載っております。しかもですね、この奥側を塗るときはこうやって塗っていくとか、で奥側塗ったらその後近い部分をね塗ってこうするとか、でそれだけじゃなくてね、一番最初に構図の話もあったりします。まあ、こういう構図で今回は描いていきますとかね。もう本当にですね、一枚これどうやって描いたんだろうっていうイラストを、その密度が高い完成度が高いイラストをですね、どうやって描いていったんだろうっていうのを知りたい場合っていうのは非常に役立つんじゃないかなと
思いますので、ぜひぜひですね、イラストを、1枚のイラストをがっつり、ね、完成させたいって人は、この絵の勉強をお助けノート見てみたらいかがでしょうか。で最後にですね、まとめとしましては、1枚を描くための方法だったりテクニック、知識がですね、一冊で学べる本となっております。ですので、ぜひですね、イラストを描く方、絵の勉強もっとね、したいなって人はぜひ読んでみてください。というわけで1冊目は絵の勉強、お助けノートの紹介でした。次に2冊目行ってみましょう。2冊目はこちらですね、あなたの絵に物語性を与える方法、加藤オズワルドさんの本になります。これもですね、最強にいいですね。さっきの池上さんの方もですね、この加藤オズワルドさんの方もですね、ツイッターで以前からこうイラストを見てて、わあ素晴らしいイラストだなと思ってて、その方たちがね、もう本を出したところですぐ手に入れたんですけど、本当にこのあなたの絵に物語性を与える方法の本もですね、中身が最高でしたね。これ何がね、良かったのかっていうね、今回もおすすめポイントを紹介していきたいんですが、まず絵の魅力を引き出す方法が学べますよ。今回のこの本はですね、参考のイラストが用意されてるんですね。その参考のイラストが、まあ、丸と×ですね。で、用意されてるんですね。なので、この×のイラストをどう改善したら丸になるのか。まあ、何か足りない部分ですね、があるイラストが用意されてて、それをどう改善していったのか。なので、まあ、ビフォーアフターが見れるんですね。それを見ることによって、改善ポイントっていうのが非常にわかりやすく解説されております。で、その解説の中身も内容もですね、例えば美味しそうだったりとか、明るくしたいにはどうするのか。鮮やかにしたいにはどうするのかとか、あとドラマチックなイラストを描きたいときはどうするのかとかですね。そんな感じでその場面場面っていうんですかね、によってですね、こういっぱい用意されてるんですよ。なので、自分がこういうイラスト描きたいっていうところのですね、どうやったらいいよ、丸バスで分かりやすく載ってるっていうのはいっぱいありますので、まあ、自分のイラストにすぐ活かせるポイントも分かりつつ、自分が描きたいイラストのテーマもですね、見つかるんじゃないかなと思います。魅力を引き出す方法っていうところでですね、まあ11点、10点ぐらいね、紹介されてましたので、まあぜひぜひその辺、気になる方はね、見ていただければと思います。特にこの丸バツでね、やっぱ紹介してるっていうのは非常にわかりやすいです。比べてあるので、ここをこう変えたらもっと魅力的になるよっていうのがですね、非常に目で見てわかりやすいんですね。それがすごくありがたいです。これを見て、ああ、ちょっと僕の絵ここが足りなかったんだなとか、こういう絵描きたかったけど、ここを足せばもっと良くなるんだっていうのが非常にわかりやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ絵の魅力をですね、引き出すために見てみてください。じゃあおすすめポイント2点目ですね。一枚イラストの考え方を学べますよっていうところがおすすめポイントとなっております。イラストをですね、どうやって作っていけば魅力的なイラスト、例えば物語性がね、あるイラスト、世界観を与えれるイラストになるのかっていうのをですね、学ぶことができるんですね。これもですね、オリジナルのイラストで、イラストの着想ですね、どういうふうに考えたのかっていうところから、構造を考えて、で、構造ね、何個かこう載せてくれてるんですよ。なので、このイラストのこの構図はこうだからダメだよ。で、この構図にしたのはこう、こう、こうだから、この構図にしたんだよっていうところがね、載ってるんですよ。なので、自分で絵を描くときもですね、あ、この構図そういえば、こういう考え方をしたらよかったんだっていうのがわかるんじゃないかと思います。で、構図が決まって、ラフを描いて、カラーをね、載せていって、で、物語性、ちょっと魅力的な部分をね、どうやってここに載せたら、うまくね、物語性が引き出せるのかっていうポイントも載ってます。ここですね、物語性を持たせる小技とかね、演出っていうのが非常にわかりやすく解説が載っております。こちらですね、その丸バツで紹介しているってわけじゃなくて、自分の一枚のイラストをですね、分解しながら、どうやって考えて、どうやってね、完成させていったんだよっていうのを教えてくれてるんですね。なので、自分のイラストを見事に言語化されてるっていうのが素晴らしいところかなと思います。なんとなくね、描いてるイラストっていうのも、全然素晴らしいイラストあると思うんですが、ここのイラストのこの部分はこうだからこれを載せてるんだよっていうのを説明できるとですね、よりそのイラストの中の、自分の中でね、こう物語を載せたいイラスト、を書くときはそういうね言語化できる方がいいんじゃないかなと思いますので、あ、なるほど、ここはこう考えてこういうのを載せたんだっていうのがですね、非常にわかりやすく解説されてるかなと思いますので、ぜひですね、こう一枚のイラスト、自分のイラストに物語性を、ね、与えたいときとか、どうやって考えたらいいんだろうっていうのがわからないときとか、学びたいときはですね、ぜひ見てみてください。で、まとめとしてはですね、イラストのストーリー性や世界観の構築ですね、の勉強に非常におすすめの一冊となります。やっぱりイラストでですね、こうコンセプトアートだったり、自分のイラスト、世界観を表現したイラストだったりするときは、やっぱりこういう物語性とかですね、絵の中にいろんな要素、こう物語がね、見えてくる要素とか、世界観が見える要素っていうのはね、やはりどうしても必要になってきますので、そういうのを書きたいっていう場合はですね、このあなたの絵に物語性を与える方法、ぜひ読んでみてくだ
ださいというわけで2冊目は加藤オズワルトさんのあなたの絵に物語性を与える方法でした。はい、というわけで今回ですね、新しく2冊おすすめの本を紹介してきました。この2冊でどっちもですね、その1万円、まあ、イラストの魅力を上げる方法だったり、1万円の完成度を上げる方法だったりですね、1万円としてのイラストを描く上での勉強になる本だと思いますので、まあ、そういうイラストを描いていきたいなとか、もっと勉強したいなという方はぜひですね、本屋さんで見てみてください。お二人ともですね、 SNS やっておりますので、見てみるとですね、もっと魅力的な絵が、ね、いっぱい見れるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひそちらもですねご覧ください。今回の動画が良かったや参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録高評価のもよろしくお願いします。また通知のベル押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。 SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト等販売もしておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハイキラスレターのアリでした。さようなら。